乾杯。じゃあ自己紹介お願いします。はい、岩井武史と申します。はい、日本の茨城からはるばると、はるばると、そうですね、今から14年前2007年にいた、日本からイタリアに来ました。あの4ヶ月でレストランを開けて、はい、4ヶ月で星を獲得したっていう風な噂が回れてる、回ってるんですけれども。そうですね、ミラノにあるリストランテアールトっていうイオグループ、まあ、オーナークラウディオ・リュウというオーナーなんですけれども、まあ、彼と知り合ってお店を一緒にやろうって話になって、あの店を彼のお店に移って、まあ、4ヶ月、まあ、営業して、まあ、ありがたいことに星をミシュランの星をいただきまして。なぜイタリアに来たんですか？はい、イタリアに来たのは、日本にいる時にイタリアンレストランで働いてまして、まあ、僕の師匠、まあ、日本人の方なんですけれども、その方からイタリア料理を、本当のイタリア料理を学びたかったらイタリアに行くべきだというか、一度は見るべきだと言われて、でイタリアに、まあ、働く前に1ヶ月ほど自分で一人で旅をして、行ったことなかったんで、はい、で初日にもう、まあ、最終的に今でも覚えてるんですけど、ローマに着いて、まあ、うちの、まあ、僕の師匠に教わってたアマトリチャーナ、はい、僕の師匠なんで憧れてるんで一番美味しいと思ったんですけど、まあ、そこでイタリアで食べた本当のアマトリチャーナもあまりにも美味しかったんで、もう初日に1ヶ月あったんですけども、初日にもうぜひ来ようと思ってイタリアに来ました。例えば苦労したこととかって何ですか？苦労言葉がやっぱり一番、今でもちょっとあんまりイタリア語を喋れないんですよ。よく日本って義務教育で多分英語を学ぶってですけど、思うんですけど、まあ、L と R、うん、まあ、イタリア語で L と R、まあ、今僕言えるようになったんですけど、昔来た当時にあまりこう L と R ってか、まあ、L と R の違いが言えなくて、イタリア語でポッロって鶏肉で、ポッロっていうポアロっていうかネギ、西洋ネギですか、あると思うんですけども、ブロードディポッロっていう鶏の出汁を取らなきゃいけなかったんですけども、それを同僚にちょっと鶏肉を持ってきてもらっていいって来た時に、同僚がもうポッロってそのネギを持ってきたんですね。あら僕がいや発音が鶏肉って言ったじゃんって言ったら、いやたけしポッロネギだよって言うんですよ。僕はその発音の意味が分からなくて、いや鶏って言ったじゃん、あっちはネギって言ったじゃんっていう、こう言い合いになったんじゃないですけど、まあその時はちょっと自分でも言ってて分かっ、その違い分からなかったんで。ちなみに大切にしている人生、はい、人生観、モットーや幸せを感じる習慣について教えてください。やっぱその仕事に集中するというか、常に毎日の積み重ねなので、毎日自分で頑張る、常にこう進化じゃないですけど、より良いものというか、常にこうミリオラーレというか、なるほど、常に大事だと思います。夢とかってありますか？夢は僕パスタルポモドーロって、まあ、イタリアのスパゲッ、まあ、スパゲッティルポモドーロ特に好きなんですけれども、トマトのパスタです。トマトのパスタなんですけれども、イタリアって20州あって、20州本当にその州その州ごとに料理も違って、なんならもうその地方ごと、なんならもうその家族ごとに違うと思うんですけど、でもイタリア20州でどこでもパスタルポモドーロって食べると思うんですけど、そのパスタルポモドーロが好きで、まあ、料理を始めたっていうきっかけにもなったお皿なんですけど、このパスタルポモドーロは世界で一番美味しく作れるっていうのが、イタリア人じゃなくて日本人っていうのが僕の夢なんですけど。素敵な夢じゃないですか。じゃあ人生に乾杯しましょう。乾杯です。乾杯。乾杯。